モーリス・マクローリン、モーリス・マクローリン、モーリス・マクローリン、1890年1月7日から1957年12月10日は、アメリカネバダ州、カーソンシティ出身の男子テニス選手。フルネームは、モーリス・エバンズ・マクローリン、モーリス・エバンズ・マクローリンという、1910年代前半の全米選手権、現在の全米オープンテニスで活躍し、 男子シングルスで1912年1913年に2連覇。男子ダブルスで1912年から1914年に3連覇を達成した選手である。ウィンブルドン選手権でも1913年に男子シングルス準優勝を記録した。彼はカリフォルニアの彗星、カリフォルニアコメッツというニックネームで呼ばれ、サービスボレースマッシュともにこれまでのテニスとは異なる。 スピード感に溢れたプレーを繰り広た。とりわけ、キャノンボールサービス、カナンボールサービスと呼ばれた高速弾丸サーブは、当時の人々にスピードテニスへの目を開かせた。赤毛の髪も目立つ選手で、レッド、赤毛の男としても知られた。ネバダ州に生まれたマクローリンは、北カリフォルニアの公営コートで、テニスの技術を磨いた。それまで、アメリカのテニス界のトップ選手たちは、大半が、 米国の東側にある会員制クラブやテニスコート付きの自宅で基礎を学んでいたという。公営コート育ちのマクローリンは高速の弾丸サーブやオーバーヘッドスマッシュ、ラケットを頭上から振り下ろして打つに習熟していた。彼は1909年19歳の時から全米選手権に出場を始め初出場でいきなりチャレンジラウンド、 挑戦者決定戦の決勝に勝ち進んだ。1909年当時の全米選手権、男子シングルスは、チャレンジラウンドから、オールカマーズファイナル、大会前年優勝者とチャレンジラウンド勝者で、優勝を争うへの流れで優勝者を決していた。19歳のマクローリンは、チャレンジラウンド決勝で、ウィリアム・クローシャーに敗れ、大会前年度優勝者、ウィリアム・ラウンドへの挑戦権を逃した。 1910年の全米選手権では、チャレンジラウンド準々決勝で、ビールズライトに敗れたが、1911年に2年ぶり2度目のチャレンジラウンド決勝に進み、前年の準々決勝で敗れたライトを6から4、4から6、7から5、6から3で破って、初めてオールカマーズファイナルへの出場権を得た。この競技方式の下で1907年から連続優勝を続けてきた。 ウィリアム・ランドに21歳のマクローリンは4から6、4から6、2から6のストレートで敗れ、1911年度の準優勝者になった。5年連続7度目の優勝を達成したウィリアム・ランドは、リュマチ熱発病のため1911年末のデビスカップ戦を最後に39歳で現役を引退する。ランド引退後の1912年、 全米選手権の男子シングルスでは一足先にチャレンジラウンドとオールカマーズファイナルの競技方式を廃止し、すべての選手が1回戦からトーナメントを戦う方式に改められた。女子シングルスでは男子に7年遅れて1919 19年に旧方式が廃止された。1912年からモーリス・マクローリンの競技経歴は最盛期を迎える。 男子シングルスでは1912年から1915年まで4年連続決勝進出を果たし、1912年1913年に,に連覇を達成した。男子ダブルスでも1912年から1916年まで5年連続の決勝戦に進み、1912年から1914年にかけてトーマス・バンリー、ー1881年から1945年、 メイサトンの夫になった人と組んで3連覇を成し遂げ、1912年1913年の全米選手権でマクローリンは2年連続の単覆2冠を獲得したことになる。全米選手権で2年連続の A 冠を獲得した1913年、マクローリンはウィンブルドン選手権の男子シングルス準優勝者になった。彼はこの大会で、 ウィンブルドン選手権の男子シングルスで最初のアリカ人決勝進出者になる。ウィンブルドン選手権では全米選手権男子シングルスではすでに廃止されたチャレンジラウンドとオールカマーズファイナルが実施されており、マクローリンはウィンブルドンのチャレンジラウンド決勝でスタンレー・ダウスとオーストラリアを破り、大会前年度優勝者アンソニー・ワイルディング、ニュージーランドへの挑戦権を得た。 1910年から連続優勝していたワイルディングとのオールカマーズファイナルでマクローリンは第1セット第10ゲームでセットポイントこのポイントを取ればセットの勝者になるを握ったがゲームカウントマクローリンの5から4ポイントは40から30自分のサービスゲームで1本のセットポイントがあったここでワイルディングに逆転されこの第1セットを6から8で落とすその後は 自分のペースを取り戻せず、結局、ワイルディングに6から8、3から6、8から10のストレートで敗れて、アメリカ人男子選手初のウィンブルドン優勝者になる、チャンス逃した。これが彼の唯一のウィンブルドン出場になる。ウィンブルドン選手権終了後、マクローリンは、男子テニス国別対抗戦、デビスカップで、アメリカチームを11年ぶり3度目の優勝に、導いた。 1900年に創設されたデビスカップは1902年に2回目の公式戦が行われアメリカは最初の2回を制した後11年間で俳優賞から見放されていたのである1914年8月のデビスカップ決勝でアメリカはオーストラリアに2勝3敗で敗れカップを明け渡したこの団体戦のシングルス第2試合でマクローリンが オーストラリア代表選手のノーマンブックスに17から15、6から3、6から3、総計50ゲームの勝利を収めた試合は、当時のテニス界で、匹敵するものの内名勝負と呼ばれたという。ところが、彼のテニスが絶頂期にあった時、1914年夏に第一次世界大戦が勃発する。戦争の影響で、デビスカップやウィンブルドン選手権などのテニス、 競技大会は開催中止となった。ブルックスやアンソニー・ワイルディングと戦った対オーストラリア戦がマクローリンの最後のデビスカップ出場になる。全米選手権だけは戦時中も途切れることなく続行され、マクローリンは1915年まで男子シングルス、ダブルスの決勝戦に進出した。最後の男子シングルス決勝では25歳のマクローリンは4歳若いビル・ジョンストンに6から1。 0から6、5から7、8から10で破れ去った。第一次世界大戦の間、モーリス・マクローリンはアメリカ陸軍の一員として東アジアに出征した。戦争からは無事に帰還を果たすが、終戦後に戻ってきた1919 19年全米選手権で彼は別人のように変わり果てた姿になっていた。前世紀のようなキャノンボールサービスもパンチショット、 高い打点からボールを処理する技術で、決め球として使うも衰えてしまい、彼の特徴だった、つむじ風のようなスピードのテニスは失われてしまった。1919年全米選手権の男子シングルスで、マクローリンは準々決勝で、リチャード・ウィリアムズに0から6、3から6、2から6で惨敗した。ウィリアムズは5年前の1914年に、 マクローリンの男子シングルス3連覇を阻止した選手で、デビスカップのチームメイトでもあった。ウィリアムズに惨敗した試合を最後に、彼はテニス界から退いた。その後はゴルフに転向し、すぐに70代前半のスコアで回る力をつけたという。1954年、ジェームズ・バン・アレン、1902年から1991年がロードアイランド州ニューポートの地に、 国際テニス伝道を設立した40年前の前世紀にカリフォルニアの彗星と呼ばれたモーリス・マクローリンは1957年に第3回の伝道入りを果たしたが直後の12月10日にカリフォルニア州ハーモサビーチで67年の生涯閉じた楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください